神様の像を運ぶロバ。ある日、森の中の小道を、一人の男と一頭のロバが歩いていました。ロバは荷車を引いていました。その荷車には、銅でできた大きな神様の像を乗せていました。男とロバは、この像を町の神殿に届ける途中だったのです。やがて神殿のある町に着きました。男とロバが町の街道を歩いていると、すれ違った人々が皆ロバに向かって手を合わせたり、深々と頭を下げたりしてきました。ロバはその様子を見てこう考えました。あれ、どうしてこの町の人間たちは僕にこんなに丁寧にお辞儀をするんだろう。そうか、実は僕はとっても偉いロバだったんだ。ロバはピンと胸を張って得意げな顔で歩いていきました。ところが不思議なことに、男とロバが届け物を終えて帰ろうとすると、先ほどあんなに丁寧に接してくれていた町の人々の様子が急に変わりました。道ですれ違っても誰も自分たちのことを見向きもしません。いいえ、むしろ大きな荷車を引いて歩くロバを邪魔者扱いしているようです。え、どうして？僕は偉いロバなのに、なんで今は誰も僕たちにお辞儀をしてくれないの？ロバは訳が分からず戸惑ってしまいました。さて、この町の人々はどうして急にロバに対して冷たくなったのでしょうか？あなたは分かりますか？